皆さんこんにちは。エブリデイとってぎや東京本店の長ちゃんです。本日はとってぎやに新しい仲間が増えましたんで、ご紹介の方をさせていただきます。それではまずは一人目の方お願いします。こんにちは。こんにちは。というわけでまずはお名前からお願いします。はい、清水きりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず最初にアピールポイントの方、こちらお聞かせください。はい、自分身長に自信があったんですけどまさかの同期に自分よりでかいやつが結構いまして。そう、結構みんな身長高かったですね。ちょっとアピール難しいなと思ったんですけどまあ髪が長いんで長い点あいつだと思っていただければ嬉しいですなるほど、ありがとうございます。じゃあ続いて入社しようと思った理由は何ですか？新しいことに挑戦してみたいと思ったことと、お客様を笑顔にしたいと思い入社しました。やっぱ笑顔するのは大事ですからね、はい、頑張っていきましょう。はい、続いて入社して感じたことは何ですか？はい、入社してまだ間もないんですけども、同期も先輩もすごい優しくて、はい、お店の雰囲気もすごくて、いや嬉しいこと言ってくれますねこれから頑張っていきたいことは何ですか？はい、明るく元気に接客していきたいと思います。おー、やっぱ元気が一番ですからね。はい、まずは元気よく頑張っていきましょう。じゃあ最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、ぜひお店で楽しんでてください。ありがとうございます。それでは清水君でした。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは2人目の方を紹介していきます。お願いします。お、こんにちは。こんにちは。ではまずはお名前をお願いいたします。はい、岡田亮次です。よろしくお願いします。岡田君、よろしくお願いします。どうぞ岡田君のアピールポイントお願いします。アピールポイントは、まあ、元気が良くて笑顔がよく、ね、素敵と褒められるので笑顔に自信があります。素敵ですね、はい、ありがとうございます。続いて入社しようと思った理由は何ですか？はい、同期や仲間の人たちがみんな大家族主義っていうことを掲げていて、それにちょっと惹かれたので入社しようと決めました。ありがとうございます。続いて入社して感じたことは何ですか？はい、まだ入社してまだ時間経ってないんですけど、まあ、研修行ったりとかまだちょっとしか働いてないんですけど、その間でも大家族主義っていうことの片鱗がもう感じられて、すごくみんなアットホームで優しくてとてもいいなと思いました。なるほど。続いてこれから頑張っていきたいことは何ですか？はい、これから頑張っていきたいことはとにかく笑顔でお客様も笑顔にできるように接客を頑張っていこうかなと思います。ありがとうございます。最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いします。はい、とってぎや東京本店でみんな待ってますので、ぜひいつでもお越しくださいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけで新しい仲間が増えました。これからもとってぎやはね、どんどんとパワーアップしていきますので、これからも皆さんぜひご来店の方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。お相手は私、永田と岡田と清水でした。バイバーイ。